手柄を足に入れよ。死ぬと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり。毘沙門天の名において命ずる。はい。さあ皆の者、これよりこのビッグスワンにお集まりの皆々に我らが名と礼をいたしやし。ああ、越後を治めた二人の当主、源信殿と景勝殿、姉として、そして母として、私にできることは上杉家を陰より支え、国の行く末を憂うこと。私の名は綾、後に戦闘員と名乗る戦国の姫なり。おなごになればこその戦、今こそご覧に入れましょうぞ。謙信公亡き後に天下人と謳われた信長秀吉家康と、渡り歩きし動乱期、裏切りと謀略渦巻く乱世にて、我が貫きし道はただ一つ、決して揺るがぬ義の道よ。我こそは上杉家二代当主、上杉景勝である。我らが志し未来永劫、不滅運なり。乱世に生まれし武将たちが戦の先に見る夢は、栄養映画か天下人か。されど、わしは欲を持って戦に臨まず、大義を持って敵を討ち、民のために国を守る。天に輝しわが義の刃が竜となりて乱世をかける。我こそ毘沙門天の化身、上杉謙信である。我ら越後上越上杉おもてなし武将隊、いざ出陣じゃ。おお、片付けない、お京都の京都だけ落としてチェックしてもらっていいか。
ちょっと音楽が大きいですまだちょっとだけで、はい、申し訳ない。ありがとうございます。わしも頑張って声上げてるんだけどね、限界があるいや、今日はとてもたくさんの皆様に見ていただけてるようでございますが。もちろんじゃ。なぜこれだけ多くの者が集まっているか、姉上様、はい、存じておりますか。さようにも、もちろんでございます、うん、本日はこちらのホームアルビレックス新潟試合でございまする。さようでござりまする。ああ、我が越後の侍たちの戦を多くの者たちが待ち望んでいたわけでは。はい、うん、さあ今日の戦は勝ちと出るか、ああどうなるかは皆々の応援次第でございましょう、うん、さあここは心を一つにいたして、ぜひぜひ皆で援軍の力を見せつけてやろうではないか。はん、では早速勝ち時というものをぜひこの場において披露してまいろうと思うが、はい、というか勝ち時は拳を握って勝利を宣言するための鼓舞する声じゃな。はん、えいえいおう、えいえいおう、えいえいおう。さあ皆の衆、今の世の中なかなか大きな声で応援というものができないというところが本当に心苦しゅうござるが、はい、まあそうじゃな、今日この場においては皆様方お互いの距離というものも取りつつ、はい、できる限り声を出していただきたいと思うんじゃが、よろしゅうござい、一回練習してみようか。はい、右手の拳グーでござりまする。はい、右手が空いてない方は左手でも結構でございまする。はい、一緒にお願いいたしまする。では良いですかの、両足がまず合図を送りまする。勝ち時じゃそれと言ったら全軍で行くぞよ。せーの、勝ち時じゃそれ、えいえいおう、えいえいおう、えいえいおう。うん、よろしゅうございまする。まあ、大きな声を出せずも心の叫びは天に届くだけのものを持って、熱き魂をぜひこの試合に込めてまいろう。はでは良いかな一同、では勝ち時と参りまする。本番じゃぞよ。良いか、では参りまするぞ。勝ち時じゃ、さえ、えいえいおう、えいえいおう、えいえいおう。見事じゃ。さすればこれより我らの援護を披露いたそう。戦国時代より長き時を超え、上杉謙信公は居城川島山城、そして城越天守、さらには広元を盛り上げたため、再びこの地によみがえった。我ら越後城へ上杉山寺の許しを頼み、と出陣じゃ。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごいすごいっすね。早くかすごいですよ。すごいすごいしか言わなくていや、でもごめんなさいね。いや、本当にこれって あれなんですよね。他にもメンバーいらっしゃるんですよね。でござるな。本日はこの謙信、海月、綾姫3名でござるが、他には、女武者の末裔と、十五郎という足軽がござって、今現世では5人にて、出陣しておる。うんうん、またなんか YouTube とかもされてるというのを聞いたんですけど。おお、よく存じておるの。僕もさっきね、チャンネル登録させていただきました。おお、ありがとうございます。かたじけない。そうなんじゃな。今現世の戦というものはこう刀ばかりではなくて情報戦略ないろんな形で YouTube とか活用していろんな人に知らしめるというのが大丈夫かな。そうですね、確かに。さすがやっぱ、ね、やっぱ情報戦略ってことで、うん、皆さん全員 Twitter もやってるんですよ。おー、さすが。僕もさっき Twitter 皆さんフォローさせていただきましたので。ありがとうございます。ありがとうございます。かたじけない。これ詳しくはどちらであれですか、調べれば出てくるんですか。本日は、上越市で目おこしでということで、あちらの方にテントが出ております。そちらの方には、我らの河原版、そして上越市の情報などたくさん置いてありますので、その中に我らの SNS 名刺というものがありますので、ぜひそちらを皆様方どうぞお持ち帰りくだされ。はい、ぜひ SNS 名刺を、うん、そうだね、うん、あちらのね方に ありますよ、幕屋の方にありますのでね、ぜひぜひそちらの方で、はい、情報入手していただければなと思いますので。そう、じゃあ全員はちょっとないので早い者勝ちになってしまう。あらあらあら、すごい。はい、でもツイッターさっきフォローさせていただいたんですけど、うん、影勝さんがダントツ人気でした。そうなんだ。フォロワー数がすごい。あ、そこでもね。ね、なんか一番最初にこう電脳世界にてこう戦名乗りを上げたのが影勝なので。なるほど、電脳世界。はい、なんじゃ、まあ、なのでやつを筆頭にいたして、で後々にわしらもちょび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 やった。そうなんです。なるほどなるほど。はい、ぜひぜひこの機会に皆さんもフォローしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。最後に、本日の試合の勝利を願って改めて謙信公の号令で一緒に勝ち時をやりましょう。よろしいでしょうか。はい、わかった。じゃあ皆さん拳を掲げていただいて、気だけは、ね、出さないように気をつけていただければなと思います。では謙信公さん、よろしくお願いします。はい、わかった。皆の衆、それではマルビリックス新潟の勝利を記念いたして勝ち時じゃ。いぞえいえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、1号上越上杉越後上越上杉おもてなし武将隊の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。上越で勝ち山で待っておる。ちなみにこの後ハーフタイムにはね、武将隊の皆さんが場内を一周するということなので、はい、そちらにもぜひご注目ください。皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございます。ぜひ、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